入山章栄の経営理論でイシューを語ろう。この番組では早稲田大学ビジネススクールの入山章栄先生がビジネスや社会のイシューを読み解き、思考の軸を鍛えていきます。はい、というわけで、今回も始まりました。時和さん、永山さん、そして新人の荒畑さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、前回に引き続き、ちょっと今回も荒畑さんが面白いネタを持ってきてくれたので、はい、この話を Z 世代、はい、Z 世代が今何に気になってるかを何に着目したか話していこうじゃないかということですね。はい、はいはい、お願いします。じゃあ、なんか私、電車乗ると、はい、本当に脱毛の広告がうざいなって思ってるんですけど。まあ、ちょっとすみません、この企業はうざいわけじゃないけど、まあ、あ、そうです、ね、全般的に、どこかとか、湘南とか、ああやつね。そうです、そうです。あと、まあ、二重とか、はいはいはい、あと男性系だと、こう、薄毛治療とか、はいはい、もう AGA ですよね。はい、あ、そうです。なんか身だしなみに関するものがなんでこんなに多いんだろうっていつも思ってて、はい、逆になんかこう私はなんか美味しい、なんか美味しい新しいコンビニスイーツとかなんかそういうの方が知りたいなとか思っちゃうんですよね。うん、食品系の広告ってでも、うん、なんかたまにガリガリ君のアイス新発売みたいのがあるぐらいで、そんなにないなっていう印象。ガリガリ君が中吊りにあるって私も初めて聞いた。中吊りじゃなくて、あの、何ですか、あのドアの方にちっちゃいステッカー広告かな。あ、そうです、そうです。で、あったりはするなと思ってて、うん、で、なんか広告ってもうほぼ SNS に流れちゃってると思うんですけど、そんな中、こう電車広告に見出し並み系の広告だけが残ったのってなんでなんだろうと。電車広告になぜ脱毛とか薄毛治療とか二重手術みたいな、はい、ああいう広告だけ多いんですかっていう、はいはい、どうですかこの Z 世代の質問。これはちょっとアウトオブザボックスな感じですね。私の発想じゃ出てこないな。さすがですよね。ちなみに永山さんってことですか、永山さんもやっぱりそういう中吊りとか気になります？ですね、私はやっぱり本の、あの広告があるとどうしても見ちゃいますけど、うん、そうですね、確かにあの一時期 JR 乗るとローラばっかり出てましたね。あ、ですよね。どこ行ってもローラだった。確かにでした。確かにローラずっと出てましたね。テレビ出なくなってもローラはあの出られました。確かに。なるほど、ありがとうございます。これはですね、ちなみに時尾さんどうですか、中吊り見ます？私も中吊りといえば本当文春の今週は何かなとかそういうことですね。 あと出版社がね、あの何万部突破とか、あの電車広告出されてること多いんで、 あ、これが売れ筋なんだとかそういう感じではよく見てましたけど、でも確かに言われてみれば薄毛とか脱毛とか多いですね。確かに、あのほらコロナになって広告あんま出稿しなくなったじゃないですか、各社企業が、うんうん、でも毛は残りましたよね。ちなみに思い出すと、僕実は1冊、僕過去3冊お話してるんですけど、うん、1冊目と2冊目はまさにあのドアのとこに広告出してもらいましたね。で、僕の写真付きで出たんで、あの本当に銀座線かなんか乗ったら、うん、ドアのとこにヒャッて出てきて、うん、おおってなって、バシャバシャ記念写真、バシャバシャ記念写真撮りました。誰かに気づかれたらちょっと恥ずかしくないですか？いや、もうそれも大丈夫。本人ですって言えば。テンション上がってバシャ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 。で、ね、それで、じゃあまずちょっとこれ、中吊り広告の、あの電車中吊り広告の話はすごい面白いポイントで、これ絶対そうだって言われてるわけじゃないんですけど、僕の個人的な理解なので、あの違うよっていう、もし方がいたら、あの後で聞いてくださったり、記事見てくださったり方がいたら教えてほしいんですけど、ただそんな間違ってないと思うんですよね。で、まず、なぜ中吊り広告にそういう業界が多いかっていうと、当たり前なんですけど、まず広告が出せる業界っていうのが時代とともに違うんですよ、うん、で広告っていろんな種類あるじゃないですか。後ろにテレビもあるし、今 SNS とかネットもあるし、あのラジオもあるし、それからまあこういう中吊りもあるし、看板もあるし、うん、広告って実はいろんなところに出せるわけですよ。今と最近だとタクシーの中ですよね、うん、でそうすると考えなきゃいけないのは、それぞれ、広告が出すとコストかかるじゃないですか。で例えばさっきの中吊り広告でいくと、当然上からぶら下がってる中吊りの方がドアのとこよりも広告費高いんですよ、うん、そうするとあの
例えばあの本の広告があのちっちゃいところにドアのちっちゃいところに多いのは単純に広告の単価が安いからですね、はい、いやその会社の予算つまり儲かり具合とかが影響してくるわけです。で2個目のポイントは費用、2個目のポイント、1個目はまず儲かってる業界が出すってことですよね。2個目は広告のどこに出すかで当然費用が違う。で3点目はどこに出すかで当たり、これも当たり前なんだけど見るターゲットが違うんです、うん、だからこの3つの要素をうまく考えるとなんとなく謎が解けるんですよ僕の理解は、うん、じゃあまず儲かってる業界っていうことでいくと、儲かってる業界で言うと一言で言うと今中吊りに美容のあの辺が多いのはあの辺に広告を出したい企業の業界の中で儲かってるのが美容整形業、美容業界だからですよ、うん、で美容業界っていうのはあのもちろんあの競争の激しい世界なんだけど勝ってる会社はむちゃくちゃ儲かってます、うん、儲かっててなんでかっていうと高い、うん、つまり単価がもちろん今競争激しいし皆さん安いですよ安いですよって言ってるんだけど、うん、あのちょっとここからは言葉を語弊を言わず言うといわゆる人のコンプレックスを訴求するものですよね、うんうん、無駄毛とか痩せたいとか、うんうん、薄毛とかで人間やっぱりそのコンプレックスを解消したい時っていうのは特に今みたいに比較的こうなんていうのいろんなものが安くなって若干ゆとりがある人もそれなりにいるとすると、お金出したい出して構わないわけですよ、うん、多分人が今一番お金出せるのっていうのは自分の子供のことと自分の体のことなんですよ確かに、はい、だから結構無駄毛治療って結構あのもちろんこれもいろいろあるけど下手すると50万円ぐらいするわけですよね。いますね、はい、でしかもする上にあの1回無駄毛治療すると多分いろんなクリームとか、うん、化粧品みたいなのが付随してセットで売ってくるわけですよ、うん、気づいたらあら不思議なんか80万円ぐらい払ってますみたいな、うんうん、多分美容業界で そういう感じでしょ多分、うん、おっしゃるともうこう脱毛のとことか行くと、うん、なんかもう頼んでもないのに、まあ、もちろん拒否はできるけどなんかクリームとかいろいろ加算された請求書をまず最初に出されて、はい、こういうのもありますよって言われてあいやいらないですって断らないとその請求書が発支払われるみたいな、はい、そうなんだそうなんもう最初請求書入ってんだあなんか2つぐらい出されるんですよこういうのもありますよお見積もりみたいな感じなあそうですそうですもうすでにね込みのやつがすごいな勝手に作ってくれるんですよ頼んで恐ろしいねはいでもだからまあやっぱりそうすると買っちゃう人がいるからそういう請求書の仕様にするわけでだから要するにそうするとやっぱり客単価高いのでなんで比較的ああいうのでうまくいってるところは薄毛治療もそうですけど儲かってるんですよ、うん、だから儲かってるから当然出すわけですねこれはまず1点目、うん、で2点目は費用なんですよ、うん、コストであのつまりここら辺からがポイントなんですけど広告っていろんな手段があってどこに置くかで当然ながらもちろんそれで普及訴求するパワーも違うんだけどそれ以上に、コストがだいぶ違うわけですよね、うん、で今一番広告費用が高いのは当然テレビです、はい、で、はい、実は で次に高いのがあ一番あの今ですねあのいろんな人ごめんなさいあのテレビですよねで実はですねお客さんのこういうデータがあって株式今ちょっと僕の目の前で調べたんですけど博報堂 DIY メディアパートナーズの調査とか見ると、うん、接触することがあるメディアの1位がテレビなんだけど 88% ね、はい、2位がもう当然皆さんネットなんですよ、うん、だけど3位が実は中吊り広告なんですよ交通広告、うん、これ 74% あるのね、うんでこの3つのこれがだから要するにビッグ3なんですよ広告のテレビ、ネット、電車内中吊り広告だから実はそのくらい電車内中吊り広告で人が見る、うん、そしてこっからが最大のポイントなんですけどテレビと中吊り広告は実はネットと最大の違うところがあって広告が、うん、中吊り広告2位はだから2位は今ネットなわけだけど中吊り広告とネットの最大の違いは何かっていうともうお分かりだと思うんですけどネット中吊り広告の方は絶対目にしちゃうんですよ、うん、つまり SNS の方っていうのはご存知ね今アドテクが進みすぎてるのであのいろんな広告な特定の人に特定のものを当てるっていう広告のやり方だから、うん、強制的に視野に入るという で嫌なら消しちゃえばいいし、うん、そういうことができるじゃないですか、うん、だけど電車に乗ったら
もうローラを見ざるを得ないわけですよ。確かにそうです、ね、こういうのね強制型広告って言います。あ、だテレビもある意味強制型広告、まあチャンネル変えればいいんだけど最悪、うん、まあ、テレビも、まあ、基本的に例えば好きな番組見たら CM は絶対出てくるからある意味強制型なんだけど、でも今テレビは録画したら飛ばせるし嫌ならチャンネル変えられるじゃないですか、うん、それでいくとうわまたローラだちょっと中央線降りて総武線にしようとかあんまなんないわけですよ。なんないですね。なので実は強制型広告の最たるものなんですね、うん、そういう意味では実は認知率は非常に高い。でだからまずそれがネットとの最大の違いで、そして費用で考えたらそうすると比較的強制型のテレビと強制型の中吊り広告でいったら当然べらぼうにテレビの方が高いわけですね、うん、今中吊り広告はこれもさっきちゃちゃっと調べたんですけど1週間あ中吊り電車2個出すとねだいたい200万円です、うん、テレビって下手すると多くかかる世界なんで、そうすると費用対効果で見るとしかも今最近テレビ見ない人もいるし費用対効果で見ると多分明らかに中吊り広告の方がお金そういった人たちは実は効果があるんじゃないかと思ってるってことですよね2点目が、うんうん、でしかもだから要するに美容クリニックみたいなところっていうのは美容クリニックみたいなところっていうのは儲かってるけど大資本じゃないわけですよ、うんうん、やっぱり制限があるじゃないですか予算に。儲かってるけどね、うん、規模はちっちゃいから、うん、事業の、はい、ということはテレビ広告バンバン打ってると持たないんですよ広告が、うん、だからできるのは高須クリニックぐらいなんですよ、うん、だから高須クリニックだってよく考えるとあれ制作費非常に抑えてますからね本人が出てるから。あ、そうですね、はい、確かにあれはキムタクとか出したらだって多く払わなきゃいけないから、うん、それできないわけですよ。なんでそう考えるとしょうがないところが出せるのって中吊り広告が結構ベストなんですよ。しかも強制的にみんな見るから、うん、で3つ目の理由がこれが一番重要で僕から見るとですねこれはもうお分かりだと思うんですけど結局誰が見るかっていうことだと思うんですね、うんうん、でよく考えてほしいんですけど美容ね、つまり美容に興味があったり脱毛に興味がある、もしかしたらその荒畑さんの世代とか、まあ、女性皆さん全般そうだと思うんですけど20代30代40代50代の女性の方々、それから薄毛治療って大体悩むのって多分40代50代の男性だと思うから、まあ、僕の世代ですよね。働き盛りじゃないですか、うん、働き盛りでしょ。あと皆さん女性でしょ。みんなテレビ見ないんですよ、うんうん、確かに日中仕事したりしてますもんね、うんうん、テレビ見ないんですよ。だからテレビ広告打ったって見ないんですよ、うんうん、確かに。だからターゲティング的に言うと一番僕もそうだし皆さんもそうかもしれないけど働き盛りだったりそういう女性の方が見るってなると強制的に見るってなると中吊り広告なんですね、うん、テレビ見ないからでも通勤はするんで、うんうん、そしてそうするとここから僕のさらに解釈なんですけどスマホと中吊り広告の連動って話になってくるわけですよ。つまり何をやりたいかっていうと企業側から見たら自分たちの商品を買ってもらったり予約してもらいたいわけじゃないですか。そのためには今ネットの世界なんで自分たちの会社のウェブサイトに行ってもらいたいわけですよ、うん、で何ならそこでも入会予約してほしいと。でもそれって能動的な行為ですよね、うん、ネットだから能動的な行為だから選別があるわけじゃないですか。だからよく言うのはテレビで例えばわーって強制的に見せてあこの商品いいなと思ったらそこにもうすでにスマホがあってパパッと買っちゃうみたいな、うん、こういうのは当然企業が狙ってるわけですよね。だけど繰り返しだけどそれはテレビが見てる人はそうするんだけど美容とか薄毛とかはちょっと申し訳ないけどテレビを見ない人たちなんですよ。それを、うん、に潜在的にニーズがある人、うん、そうすると実は中吊り広告なんですよ。だって中吊り広告見てあローラみたいになれるのって思ったら電車だけ暇だから、うん、そこでスマホでピャピャって見るじゃないですか、はい、湘南なんとかクリニックのやつを、うんうん、では実はスマホとの相性めちゃめちゃいいんですよね。うん、なるほど。中吊りでもめっちゃアナログな中吊りでも実はスマホと相性がいいっていうの。相性いいですね、うん、だから広告ってつまり要するにこれはマーケティングやってる人とかよくやりますけどつまりいろんなプロセスがあってまず認知するプロセスと認知してからそれをちゃんとまあそこの購入の手前の行動まで行く両方の別のプロセスがあって認知の方は強制的に見させられる中吊りって実はめちゃめちゃ認知力上げられるわけですよね、うんうん、でそこからスマホに誘導するっていう。で今もう電車なんかみんなスマホ持ってますから、
だからそういう意味では多分非常に理にかなってて、例えば逆に言うとラジオなんかは、僕ラジオいっぱい出てるのを見ますけど、ラジオ今めちゃめちゃ多いのがアディーレとか法律事務所系ですよね。でなんで法律事務所系がいいか強いかっていうと、であの未払い金みたいなやつじゃないです か、あれはちょっとすみません申し訳ないけど、ラジオ聞いてる方の中には全員がそうじゃないけど、あれだいたい働いてながらで働いてる人が多いんですよ。が BGM でラジオを聞く、例えばトラックの運転手さんとか、小さな個人商店やられてる方とか、床屋さんとかね、そういう方々が普段 AM ラジオとかを流してるわけですよね。でそうすると個人経営とかで頑張られてる方々だから、結構昔ローンとかで借金してた時代とかあるんですよ。でそうするとちっちゃな借金とかされてて、そうすると実は未払い金って心当たりあるんですよね。なるほど。でだからそこをそれあれを中吊り広告でやっても意味ないんですよ。ラジオの方が、ラジオ聞いてる方の方がまずそういうところに心当たりがある方が多い可能性がある。そしてだいたいラジオの場合は、例えば何々ってあのこういうふうにしたから未払い金戻れます、詳しくはお問い合わせてあった後に、この URL 見てくださいって言わないじゃないですか。電話番号で10、20、40とか言うじゃないですか。だからあれは認知してもらったら次に電話をかけるっていう行動に入ってほしいわけですよ。だから認知のところをまずラジオで撮って行動まで促す必要があって、ただああいう方々の多くの行動は電話なんで、年配の方も多いから、だから電話番号を言う、ちょっとアディーレの謎が解けてちょっと嬉しいですずっと気になってました。言っちゃいましたアディーレ隠してましたっけ。あのだからあの皆さんやっぱりあの広告の世界ってこうやってかなり皆さん狙って意図的にやってるので、こう考えると、はい、あのですよね。だから電車の中に薄毛や脱毛やああいったものが多く見られるのは決してあの偶然ではなくて、やっぱりこう、そこにはすごく研ぎ澄まされた戦略性があるということです、ね、というのが僕の理解です。だから薄毛とか美容に興味がある方々がみんな乗ってて、かつそういう人はテレビを見ず、でもその広告は強制的に見せられ、手元にはスマホがあるからスマホで入会する可能性があり、という中吊り広告を1週間200万円で出せるわけですよ。テレビだったら何億かかるのに、そしたらそこ行くよね。確かにコスパいいですね。あと電車の中で、これは私が勝手に思ってることなんですけど、夜電車に乗ってるとあのガラスが鏡代わりになるじゃないですか、はい、私昔あの夜残業を終えて電車乗ってた時に自分が映し出されたそのあのガラスを見て、やっばって思った。そうそうそう、ちょっと美容考えなきゃみたいな。そうそうそう、確かにそういう効果ももしかしたらあるのかなっていうのは私の自慢なの。そこまでは、そこまで奥深い読みしてるかな。電車の空間の中って自分の身だしなみとか身なりを気にする瞬間ありません？だからまあ美容業界と相性がいいのかなって今先生の解釈に付け加えるなら面白いですね。本当はどうかわからないですけどね。というわけでどうでしょう、アルハトさん、一応これは私目の説明なんですけど、めちゃくちゃ理解しました。なんかそういう戦略があるのかと思いながらちょっと見過ごしていきたいと思いますあでもうざいんだもんね。そうですね、スマホに没頭するしかないですね。そうですね、はい、この不思議というお話でした、はい、あんまりねなんかご漫然とあの景色に溶け込んでいる広告ですけれども、こういうふうにちょっと意識して見てみると、そこには企業の戦略があるんだなっていう感じが、そうですね。だからあと日本交通のほら、あのあれもそうじゃない、タクシーの広告もそうじゃないですか。あれもやっぱり出てるのものすごい戦略的に出してますよね。確かにタクシー広告って結構なんかハイブランド系のもの多いイメージ。理由は簡単で、あれはタクシーしょっちゅう乗る人をターゲットにしてるからですよね。タクシーしょっちゅう乗る人って会社のなんか偉い役員さんか、やっぱりそれなりにお金がある方がなんで、電車よりタクシー乗ろうっていう人だから、そうするとやっぱり例えばもう会社の経営の意思決定者なんで、だからそうすると、いわゆる B2B 系のサービスの、あのいわゆる例えば今だったらユニポスさんとかスマート HR とか、ああいうところが CM 出すのは重役に宣伝しないと届かないからですね。で一番いいのは実はタクシーです。はい、人生サーダーもタクシー広告出した、今出してるのかな、まだ回ってるのかな。そうそうそう、
ご覧になったことないですか？あ、ないまだ。本当に。わかんない。予算の限界でもうやめちゃった。え、でもビジネスインサイダーってミレニアル世代とか向けのメディアだから、白紙に出す必要ってあるのかしら？まあ、ミレニアル世代なんですけど、私たちやっぱり、明日の意思決定者に届けたいっていう思いが結構あってですね。なるほど、はい、じゃあ、うんうん、例えばベンチャー経営者さんとか。そうですそうです、はい、結構スタートアップ界隈の記事とかも、ね、結構多いので、まあ、そういうところに、はい、もっともっと認知を広げて読んでもらいたいなという、そういうちょっとしたたかな狙いです。ぜひこの連載もねタクシーで広告されるといいですね。お、はい、予算をちょっとねどっかから、はい、していきましょうかじゃあ、はい、ということで、広告の裏側の話でした。楽しいですね、こういうのをちょっと裏読みすると。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。